つまつるぎくを作ってみました。黄色 7.5cm 角と黄土色 5cm 角でサンプル折りをします。それぞれ対角に折ります。黄土色は締め部分になるのでくしゃくしゃにしました。半分に糊をつけて軽く貼り付け、剥がして180度回転させて貼り付けます。中心付近は強く折りません。畳みます。中心が鋭く尖らないように中心付近は強く折りません。つぶし折りをします。先端の三角部分を折ります。三角形の頂点部分を基準にして折ります。開いて、今の折り線で中心を表側に折ります。
折ったところをしっかり折り直します。中心から外側の端にかけて折ります。すべて同じ向きへ折ります。折ったところへ黄色のヘリをかぶせ折ります。反対側はそれに合わせて同様に折ります。黄色の合わさった部分を開きます。花びらの先端の尖りを折ります。実際は4cm 角の黄色と 2.5cm 角の黄土色とで作りました。オリーブ色 2.5cm から 3cm 角で葉っぱを作ります。
対角にあります。靴や中線に合わせて先を尖らせます。反対側を中線に折ります。左右の角を中線に折り、その線に折り直します。端を折った縁に合わせて折ります。半分に折ってから葉の元側の角度でジグザグに折って葉膜を作ります。サイズを変えて作ります。額を作ります。四角に畳みます。つぶし折りをします。飛び出しの部分を二つ折りで内側に折りたたみます。
エメラルドグリーン 1cm×15cm で茎を作ります。半分に折って縁を折り目に合わせております。折った部分をもう一度半分に折ります。のり巻いてのり付けします。ワイヤーを通します。適当な端材を使います。5ミリ幅で三つ折りにして5センチメートルくらいの長さにします。折りたたんでワイヤーをつなぎ丸めます。鼻の中に押し込んで裏側の中心をすぼめます。糊をつけて額を取り付けます。裏側の中心をすぼめます。茎をつけて10センチメートルくらいのところに
葉っぱをついで貼り付けます。花の7本、葉っぱは3センチメートル角で10枚、1センチメートル角で8枚作りました。茎は6本作りました。オアシスも小さいものを用意しました。茎を10センチメートルくらいにカットして枝分かれを作ります。短い花も作りました。小さい葉を枝分かれにつけます。枝分かれの部分には葉っぱをつけます。
つながり部分が動くときはのり付けします。この花は田んぼのあぜ道に群生していました。群生の感じではないですが、部分を見るとこのような感じです。ご視聴ありがとうございました。